エドウィン・キャットマルは、コンピュータ科学者で、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ及びピクサー・アニメーション・スタジオの元社長。コンピュータ科学者として、コンピュータグラフィックス分野における多くの重要な発展に寄与している。ピクサー作品は元より、多くのハリウッド映画でも活用された、3DCG ・レンダリングソフトウェアであるレンダーモンの開発者であり、 現在はホビー向けの 3DCG ソフトウェアでも一般的に使われているスプライン曲線の生成手法であるキャトマル、ロム曲線、同じく細分割曲面の生成手法であるキャトマル、クラーク曲面などにその名を刻んでいる。ウェストバージニア州生まれ。幼い頃、ピーターパンとエンディア、ピノキオなどのディズニー映画に触発され、長編映画のアニメーターを夢見る。しかしながら、 現実的に自分の可能性を判断し、自分の才能が別の分野にあることを確信する。映画産業に職を追求する代わりに、ユタ大学の物理学と、情報工学の専門課程に入学する。そこで彼は、CG の回祖である、アイバン・サザランドに指示、テクスチャマッピング、ゼットバッファ、ビースプラインの基礎発見を達成している。また在学中、アンチエイリアスと、 細分割曲面のレンダリングに関するアルゴリズムを考案し、作成に成功している。1974年、キャットマルの作成した CG アニメーションが SF 映画、未来世界で使われる。これは彼にとって初めて映画産業に関わる機会であった。また、この作品は初めて 3DCG を用いた長編映画であった。同大学を去った後、 ニューヨーク工科大学にて、コンピュータグラフィックスラボを設立。1979年、ルーカスフィルムに移籍する。ルーカスフィルムにおいて、キャットマルはデジタル合成技術の開発を促進した。一方で、フル CG 短編の制作に注力し、CG アニメーターとして、ジョンラセターを見出している。1986年には、アルビ・レイ・スミス、スティーブ・ジョブズと共に、 ピクサーを共同設立。ピクサーでは 3DCG レンダリングソフトレンダーモンに主要開発者として関わっている。1993年、キャットマルは映画芸術科学アカデミーよりレンダーーモン開発の功績を表してアカデミー賞を授与された。また1996年、デジタルイメージ合成分野における発明の草分けであることを表しアカデミー賞。 2001年には映画作成レンダリング分野における重要な進歩を表してオスカーが授与されている。2006年5月5日にディズニーはピクサーを買収。ウォルト・ディズニー・カンパニーの CEO であるロバート・アイガーの専任により、キャットマルはウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの社長を兼務することとなった。2018年、翌年の2019年をもってピクサーを呼び、 ウォルトディズニーアニメーションスタジオの社長の座から退き、映画業界から引退することが公表された。2019年、悪夢、チューリング賞をパッと、ハンラハンと共に受賞。ありがとうございます。